千人壺は、島根県大田市大森町三井下に山奥の雑木林にある、岩見銀山関連史跡の一つで、井戸のような形をした冒険。大田市の指定文化財。所有者は、羅漢寺。江戸時代、岩見銀山の銀を盗むなどして処刑された罪人の、遺体や、回復の見込みのない病人、伝染病が疑われる、重篤患者。 事故死した身寄りのない銀山労働者などもこの罠に放り込んだと言い伝えられている。数え切れないほどの遺体を放り込んだため千人と呼ばれていた。罪人は岩見銀山処刑場で処刑、貼り付け、さらし首などにされた後、500羅漢前を流れる水路で船を利用して遺体が運ばれたと言い伝えられている。昭和になってから地元の有志によって、 発掘調査したところ遺骨が複数発見され近くに改めて埋葬された。南無阿弥陀仏の石碑、三階万霊の石碑その他、数個の破壊士ともに潔く処罰を受け、ここに葬られた、二十山八郎を遺棄する自制の区碑がある。江戸時代、司法制度もない時代で無実の人も多く処刑されたと言い伝えられている。その反省から、明治時代に入って、 地元大森の住人が建物に要する資材、土地を無償提供をして、大森に裁判所が設けられることとなり、公正公明な裁きを村人は願った。現在は町並み交流センターとなり、当時の法廷の様子がマネキンで再現されている。展示室では、司法制度、岩見銀山の歴史と暮らしを紹介した資料映像を見ることができる。大田市の資料には、 穴は約1メートル四方、深さ4メートル程度と記されているが、2018年時点では草に覆われている。世界遺産、岩見銀山遺跡とその文化的景観には含まれていない。観光パンフレットには記載がなく、かつて存在した案内版がも現在はない。大田市の岩見銀山下は千人壺に葬られたのは、 在人で身寄りがないものだけだったとの見解を示している。存在を隠しているわけではなく、観光客に尋ねられれば、岩見銀山世界遺産センターから徒歩30から40分で行けることを伝えているという。千人坪へ300メートルの標識を進む。島根県内の市町村指定文化財一覧500、羅漢の石仏は、 銀山の過酷な労働による死者だけでなく処刑された、者の,の霊をも慰めるために作られたものとも言われる。この世の事象だけでなく、時空を超えたありと、あらゆる霊を合祀するという意味が込められている。天明四年、死刑執行人が、岩見銀山奉行に頼み特別に苦費を収める許しを、得て立てたと記録されている。酒に溺れて、悪行三昧ではあったが、 死をもって償うことを潔く受け入れたことに、死刑執行人が感銘を受け石碑を混流した。この時代、死罪の人間に破壊死を混流することは極めて異例のことであった。岩見銀山、千人坪るぽ、歴史刻む、隠れ遺構処刑の罪人や無縁不よう東京新聞長官2018年7月6日2018年7月14日、閲覧。 ありがとうございます。